7月25日、道後温泉本館保存修理工事見学会2020が行われました。この見学会は、完成予定の令和6年12月末まで、保存修理の現状と本館の魅力を多くの方に知ってもらおうと、道後温泉事務所が毎年開催しているイベントです。参加者は専門家による保存修理の内容や、本館の歴史的価値について解説を受けながら館内を巡りました。海岸がここにありますよね。では皆さん、これは何でしょうか。これも階段の跡なんです。ここは壁塗ってましたの で、ここは脱衣の箱が置いてあって見えなかったんですが、今回の工事でここに昔階段があったことが分かってきました。今まで公開していなかったところとして、旧南棟の中にあった上の湯の女子の浴室で、そこの、補強工事のところであるとかですね、素屋根の中をかなりこう上の方まで、3階部分まで上がっていただいてですね、南棟の瓦の吹き替えたところであるとか、今回の大きな工事として、挙げられてます有神殿玉の湯棟の銅板の吹き替え、そういったところをですね、間近にご覧になっていただけるコースになっております。今回、新型コロナウイルス対策ということで、通常は大体30人ぐらいの定員でやらせていただいているところをですね、今回はその半分、15人、ただし、多くの方にやって、来ていただきたいということで、一応4回開催するということでやらせていただいております。また本当今回は、愛媛県の方だけというふうなところで絞らせてもいただいておりますのでですね、ぜひ愛媛県の方にこの道後温泉の魅力っていうのを多くの方に知っていただきたいなと思っております。道後温泉1ヶ月、2ヶ月ほどちょっとお休みさせていただいたんですけれども、先月からですね、営業を開始させていただきました。ただし、まだまだこれからもですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めながらですね、多くのお客様に楽しんでいただけるように安全安心な街づくりに取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。銅板の、屋根がなんかすごい量があって、2ヶ月もかけて作ってるんで、本当すごいなと思って、あと屋根の吹き替えとか、ああもう全然我々日頃見ることできないんで、すごいなっていう一言でしたね。歴史的なことがよく分かりました。丁寧な元のをこう繋いでいくようなきめ細かな、改修工事されているのがちょっと感心をしました。道後温泉の中を初めて見たので、工事の内容が知れてよかったです。この日合計で73人が参加し、参加者は普段見ることのできない保存工事の現場を見学し、道後温泉本館の魅力を肌で感じることができた一日となったようです。